今日の演技レッスンはテーマ買い物です。お買い物で起こりうる障害を考えてください。あとこの色がいいって言ってでも違う色を言って合わないよね。うん。実際のお買い物をしてもらいましたけども、お芝居と実際にデパートでお買い物をした時と何が違いますか？なんか実際のざわざわした感じ、空気感が全然違って、今背中でなんかこうそのお客さんがいる感じとかを感じてざわざわした感じがあったので、そこが違いました。実際に行ってみると、その手で触った感触があったりとか、触ってみるとなんかモコモコしてるなとか、なんか気持ちいいな、スリスリしてるなみたいな、そういう感覚があったんですけど、教室ではそれ想像できてなかったなと思いました。